はい。どうも、皆さん、こんばんは。モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、同時、ユニスワップ、ソラナ、アバランチ、今日は7通貨見ていきたいと思います。今日が2023年の2月の1日、水曜日、今が18時30分を回ったところです、えー。今日の仮想通貨市場、上値が重たい展開続いています。まあ、あ様子見ムードですね。まあ、あ今日、非常に、えー、重要な経済指標発表と、えー、明日の午前4時、4時半、FOMC とパウエルさんの記者会見。まあ、あそれを前に、今どんなことが予想されているか、テクニカル的にどうなのか、そのあたり分析していきます。 で、なんといっても今日はですね、めちゃくちゃ大きいニュースが2つぐらい入ってます。で、そのうち1つは、XRP にね、かなり関係する話になってきますので、この辺りも皆さんとね、一緒に見ていきたいなと思います。えー、このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、そ分析と戦略構築をやっております。仮想通貨の認知度を広めるために皆さんのご協力が必要です。ぜひ、ポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思います。はい。 4 0ということで、まあ全面的に少し下落ですね。まあ、もちろん今日のね、えー、重要イベントを控えて少し様子見ムード、一旦上に行こうとする場面もあったんですが、なかなかですね上に重たいという状況が続いています。えー、今日の株式市場ですね。えー、日経平均に関してもほぼ動きませんでした。えー、27,346円、前日比0.07%の上昇となっています。まあこれはもう見ていくまでもないんですけれども、FOMC の結果発表やパウエルさんの発言を前に、えー、慎重姿勢が続いたという。 とことが言われています今日のアジア市場でも同様の感じですね今の欧州市場もまあ上がったり下がったりということで、えー、少し上に重たいような状況が続いていますその中で今日えっ、ー、と FOMC 以外にもですね22時15分には1月の ADP の雇用統計、えー、24時には1月の ISM 製造業景況指数が発表されますまあおそらく ADP や ISM の製造業景況指数はこの FOMC の発表前にそこまで大きな動きにはつながらないんじゃないかなと思います短期的なブレはある ととと思思いいいいまますすけどトレンドが出るようなことはなななこはんじゃないかなと思っていますで問題は FOMC とパウエルさんの発言なんですけど、えー、もう連日お伝えしている通り、えー、FOMC では0.25%の利上げが確実視されていますなのでそれを外れたら、えー、もちろん大変なことになるんですけど、まあ、それはないんじゃないかなと、えー、問題はやっぱりこのパウエルさんの発言ですよね、まあ、昨日もお伝えしている通りやっぱり0.25%の利上げ、えー、利上げ幅圧縮ですねそれとともにパウエルさんは少しカ派的な発言をする るんじゃないかっていう風に見られています。今のところ追加利上げ実施の可能性に変わりはないっていうことを指摘して年内利下げの観測を退けると、まあそんな状況ではまだないっていうことをまあ、強めに押してくるんじゃないかっていうことが見込まれています。その中で今後の利上げのペースですよね、えー、それがまあ非常に注目されてくるということで、アメリカの金融当局はこれまでね。ff 金利の誘導目標を5%超に引き上げて、その水準に据え置いた方がいいという考え方をまあ示してきているわけなんです。な 昨年12月に公表した四半期経済予測で、えー、この目標が中央値で5.1%に引き上げられると予想したことによって一段とですね金融引き締めの経営感がま強まったわけなんですけれども、えー、パウエル議長が現時点でも東京記者のこの見通しを正確に反映するものと言及するかどうかが、えー、注目点の一つだということを言っています、まあ、おそらく多カ的な発言で、えー、バランスを取ってくるんじゃないかなと思いますが、えー、そこまでの見通しってもうすでに価格に織り込まれていると思うす 思うんですしたがって、まあ、大きな変動がない限りはこのまま、まあ、今ですね株式市場も上がっていってますけどもそういった強い動きがですね今後も継続する可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています、まあ、その中でドルの状況それからナスダックの状況ビットコインの状況この後のテクニカルで見ていきたいと思いますじゃあここから仮想通貨関連のニュースなんですが今日めちゃめちゃでかいニュースがこちら1つ目ですねコインポストのニュースなんですけれども LBRY 有価証券判決流通市場取引は適用外と裁判所が新たな判断をした ということですねこれ、本当に海外のニュースでもめちゃくちゃ話題になっています。 この内容をご存じない方のためにですねちょっと詳しく説明すると、えー、リップル社とですね SEC の裁判って今やってますよね、えー、リップル社が販売した XRP は証券じゃないかっていうことで訴えられているんですがそれが訴えられたのが2020年の12月でその後もですね実際 SEC に関しては同じような案件で訴えているんですねそれがこの LBRY 社っていうところになります SEC は2021年3月2016年から2021年の間に行われたアメリカの LBRI LBC 社の L トークンラライブラリーククレジットトークンというのがあるんですけどこの LBC トークンの販売による資金調達は無登録の有価証券販売に当たるとして LBRI 社を提訴しているんですねで裁判所は去年の11月に SEC の主張を一旦受け入れたんですねで6年間に及ぶ LBC の販売を投機契約と判断したんですねだからこれによって一気にリップル社もやばいんじゃないかと SEC に負けるんじゃないかっていうふうな憶測がめっちゃ広がったんです まあその上で SEC は LBC トークンの販売停止を含む広範な差し止め命令っていうのを要求していたんですが30日の審理ではその要求が認められなかったということなんですねアミカスクリエ法定助言者として弁明を行ったジョン・ディートン弁護士ですかねこの弁護士はアメリカにおける76年間の証券裁判を分析した法律論文を引用してきたとその上で LBC トークンの売買は証券取引に当たらないということを言ってきたとでそれを を踏まえた上で最終的に判事は11月に投資契約と判断したのは LBRY 社が直接お客さんに対して販売したトークンのものだけであり流通市場での販売に関しては適用されないとの考えを示したわけですね。まもちろん直接販売した分は無登録だったということでまあそれはねダメだっていうことには変わりはないんですけれどもその後の流通市場での販売は適用されないといわゆる証券法を逸脱していないっていうことが判断されたということなんですね。でこの 結論はやっぱりこのの SEC とリップル社の裁判にめちゃめちちゃゃ大きな影響を与えててくるる可能性ががあるとといいうことが言われていますなぜかというと、これはね、SEC が実際言ってるんですけど、最近のリップル社の、リップル社とのですね、この答弁書において、LBRY 社の略式判決について21回も言及しているということで、LBRY 社はダメだったんだからリップルもそうでしょみたいな言い方をしているということですね。なので、SEC 側もうこの訴訟を頼りにしているということがあったんですけど、今後の成り行きは じゃあどううなっていいくかっていうところにに非常に注目されているしこの判決が歓迎されているということが言われています。このアミカスクリエとして LBRY 社の弁護をですね、行ったこの弁護士、さっきのジョン弁護士なんですけれども、アメリカの下院のデジタル資産小委員会、昨日とか一昨日のニュースで出てきましたよね。ここの議員たちに公聴会で僕を証人として召喚してくれっていうことを言っているんですね。なので今後、まあ、いろんな規制を決めていく、その中の公聴会で僕を呼んでくれたら、 この LBRI 社と、まあ、裁判官がですね、こう決めたことをちゃんとこう公にしていくことができると、それを拒否しようとしているのは SEC だよみたいなことを、その構図を明確にすることができるみたいなことを言っているんですね。なのでかなりね、この判決に関しては流れが変わってくる可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これを受けて何かしらの動きが出てくる可能性ありますので、新たなニュースが出次第取り上げていきたいと思います。それからもう一つ今日めちゃくちゃ大きなニュースがこちらです。えー、と僕も度々ですね、動画にさせていただいてました クルーズブロックチェーンラボが参画するプロジェクトゼノですね、ヒカルさんとかまあメイウェザーがコラボしたりとかっていうことで非常に話題になっていましたけれども、直近でもツイッターでね、スペースさせていただいたりしたんですが、今回ですね、次のアンバサダー誰だっていうことを言われていたんですね、今回そこにマニー・パッキャオさんがえ加わったということですね、だからこの前のメイウェザーさんはただのコラボだったわけですけど、パッキャオ氏はアンバサダーなんですね、アンバサダーとして就任したということが言われています。でえこれ何が すごいいかというとうパッキャオさんっていうのは、まあ、フィリピン出身でボクシング世界8階級王者なんですけれども今現職の、まあ、政治家なんですよねで母国フィリピンでは本当に英雄的存在で非常に人気が高くこの前朝倉未来さんがパッキャオにねこうボクシング技術を教えてもらうみたいなところでフィリピン行った時にはパッキャオさんのですね周りにこう警察車両がガーッてこう囲って一択、えー、までそう護衛するみたいなそういったシーンもあるぐらいまあ本当に英雄なんですよねでその英雄がアンバサダーになったっていうまあこれだけでも非常に 普通に大大ききいいんですけど、えー、もう一つ大きいのはフィリピン出身だとフィリピンの人だということですね。マニー・パッキョーさんがメインで活躍するフィリピンはブロックチェーンゲームの国別普及率がインド、香港、UAE に続き世界で第4位なんですね。で、また世界的に有名なブロックチェーンゲームの中にはデイリーアクティブユーザーの60%がフィリピン出身であると推測されているものもありますと、えー、いうことなんですけども、この世界的に有名なブロックチェーンゲームっていうのはアクシーインフィニティです。で、このプロジェクトゼノに関してはアクシーとね、非常にこう似ているっていう部分がある ので相性もいいですしやっぱりフィリピンのね英雄がアンバサダーになるっていうことはそれだけですねやっぱり、えー、世界に与える影響も大きいんじゃないかなというふうに思っていますということでまあたびたびですね僕このプロジェクトゼロについてまあヒカルさんとメンメザーが好きでもちろんパッキオさんも好きなんですけど動画にまあ上げさせてもらってたんですけどもう一つ自分の中の超一大ニュースがあって実はこのクルーズ株式会社まあ上場企業ですねそこにですね実は呼び出しを送られまして今週の金曜日に行ってきます本当にな何で呼び出されたか っていうのは全く告げられてないんですけどあの動画にしてくれてありがとうだったらいいなとは思いながら言ってくるんですがまたその模様に関してはねえ別の動画であげたいと思いますのでまた見ていただければと思いますはいそれともう一つこれも大きなニュースなんですが HSBC イギリスの超大手の銀行ですねえここがトークン化の求人で仮想通貨への参入を発表してきましたというニュースがありましたまあなぜそれが分かったかというと求人を出したそうなんですね一応トークン化のユースケースとデジタル資産のプロダクトディレクターをまあ、採用したいということで求人を出 出しているそうなんですけれども、これは非常に大きいニュースですよね。えー、ま先行でこの JP モルガンに関してはすでにですね仮想通貨関連商品を提供したりしていますが、まあ、そこに並んで HSBC も入ってきたということが言われています。まあ、とりあえずトークン化を検討しているということが書いてありますので、まあ、ブロックチェーンなんかを使ってこうトークン化していくっていう風な技術でまずやるんじゃないかなと思うんですが、まあ、おそらくそれに並んで仮想通貨関連商品、えー、そういったものもですね提供してくるんじゃないかなと思います。ちょっともうこの流れは続いていきそうですよね。えー、というのもお客さん が求めているからこれやるんではあってやっぱり大口の方たちが今クリプトをですね求めているということはもう間違いないんじゃないかなと思いますまあこういった動き世界各国で起こってくるんじゃないかなと思いますので、えー、引き続きまあ日本でも起こったらいいんですけどねそのあたりもしっかり見ていきたいと思っていますじゃあ最後に板の状況ですけど今買い板が熱くなってきてますねビットコインえっ、ー、と買い板の下の下限のところが22,300付近で下21,500のところは熱くなってます売り板に関しては23,600 700付近それから24,000付近 も暑くなってますし、えー、ちょっとね上を飛んでいくと2万5000付近でもまあピンポイントでちょっと暑くなっている部分があるということが言えるんじゃないかなと思います。まあいずれにしても今の板あんまり関係ないですね。FMC を受けてどうなるかっていうところなんですが、まあ。 まあ、動いた後に意識されるのはテクニカルになるということで、この後見ていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。ビットコイン今が22,980ということで、えー、一時ですね、ここまで、えー、24,000吹きまで上がった後、反落して、今、まあ、えっ、ー、と、5日移動平均線にちょっとレジスタンされているような状況となっています。これ4時間足で見ていくと、まあ、昨日言っていたポイントですよね、この23,000ドルのところ、これが非常に重かったので、まあ、これを抜けていけば、もちろん上がね、試されてくるんですけど、これを抜け 受けられなかったっていうところが結構大きなポイントだったんじゃないかなと思いますそのその後ですねじりじり下がってきているということで下がですね22,500万の明確な水平線がありますこの辺りまで下がってきても全然おかしくないかなというふうに思っていますちなみに今ドルそれからナスダックどういう状況か見ていきたいと思うんですがドルに関してはですねまた下げ始めていますね冷やしてみるとこんな感じ昨日はですね一点上に上昇していたんですけどまた折り返して下げ始めているという状況ですナスダックに関しては一旦下がったんですけど また上げ始めているとナスダックに関しては一旦たん、えー、明確な抵抗ラインのところまで来ましたので一旦調整されてもおかしくない状況ではあるんですけれどもここの移動平均線たち、冷の移動平均線がゴールデンクロスしてやっぱりサポートラインとして支えてくる形になると思うんですよね直近ではこの高値もですねどんどん切り上がっていっているという状況ありますしアレサえマックディ見ても非常に強気を示唆していますえしたが、ってまあここを抜いていけばですね今回 FOMC でいい感じの結果が出ればですねここをぶち抜いていくと思うんですが がおそそらくくくくううなななっってててててるるるとととビットコインもももこの25000を回復してもしかかすす抜けていいいい可能性も出てくるんじゃないかなというふうに思っていますやはり2万5000付近で一旦ね、えー、抵抗されるような感じになるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、短期的にはですね一気にこれをぶち抜く可能性もありますのでこれはしっかりね注視が必要なんじゃないかなと思っています、まあ、一方でちょっとネガティブなサプライズがある可能性もあるんですけれども実際今ねデータがインフレが落ち着いているっていうものが示されているわけですねなので一旦落ちたとしてもおそらく限定的でまああの ナスダックなんかもこの辺りで止まるんじゃないかなということから考えるとビットコインも一旦調整されたとしても2万ドル付近のところでは止まってそこからまたあの上昇を試していく大締め買いが入ってですねえそういった展開になるんじゃないかなというふうに予想はしていますなのでここで押せばチャンスになるかなと個人的には思っていますえーイーサーに関してもここですね1640が重くてまあなかなか動けていませんまあ20円目も追いついてますのでえ大きな動き非常に近いんじゃないかなと思っていますえこれも1640抜けば2000ドルまで回復まあこれは連日 ていますけど、今のところ見方は変更ないかなというところですね。ええー、と、xrp に関してもなんとか。まあこの38セントを守ってからえ今ですねえ。この中で横ばいを続けている状況となっています。え、もちろんここのポイントっていうのは全ての移動平均線。まあ今ここで言うと20100、200がここでクロスしていますねえ。今からこれゴールデンクロス本格的にゴールデンクロスしていくと思いますので、えそこからまあサポートに変わってですね。やっぱり上のこの後半40何セントのところにですね。行くんじゃないかなという。う もちろん FMC o でね、ネガティブなサプライズが起これば下げるかもしれませんが、やはりいずれにしても下げたとしても36セントぐらいが今ね、限度なんじゃないかなというふうに思っています。えー、ここもおしめ買いがですね、狙われやすい展開になるんじゃないかなと思っています。で、同時に関しては直近ですね、ツイッターの決済機能の件で一気に昨日急騰したんですが、今一応ですね、また戻ってきているという状況です。ただし下は硬いですね、移動平均線が控えています。それから直近抜けた0.08ドルのところですね、この水平線めちゃめちゃ 機能していましたのでまたこの辺りでサポートされて押し目買いで上昇していく可能性が今高いんじゃないかなという風に思っています押し目買い入って上昇していった場合は次の抵抗ラインというとまあ、この辺りまあこれより前にもここがあるんですね10セントのところはあるんですけどおそらくこの13セント14セント付近まではね、えー、行くんじゃないかなっていう風うに今のところ思っています、えー、ユニスアップちょっとね頭打ちになっていますがこれもやっぱり移動平均線が支えているということが、えー、結構強めになっているんじゃないかなと思いますこれも見方あんまり変わりない ですね下がったとしても5.7ドル付近まあこの辺りで止まるんじゃないかと思っていますで、空浦に関しても、まあ、い高止まりですけれども、まあ、この辺り、サポートラインが引けるかなというところで、まあ、空浦に関しては、この21ドルを割ったら、一旦ガクッと下がる可能性も出てくるかなと思います。ここ、そんなに厚いラインではないので、ちょっとここ抜けられたらね、まずいかなと、まあ、そういう風な目線で、まあ、とは言いつつ、まだ移動平均線ね全部抜けているわけではないので、下がったとしても、この辺りまで、17ドルぐらいまでかなということで、 引き続き続こののの移動平均線中もしくはこれを突破して次の抵抗体でいくとおそらくこの辺りですかね38ドルとか、まあ、この辺りに向けて上昇していく可能性があると、まあ、そんな風に見ております最後アバランチですけどこちらは非常にいい形でしかも出来高がすごい上がっているんですよね今のところ移動平均線密集をバッと抜けてガッと戻してきていると非常にこれはいい形なわけですね特にここの抵抗ラインだったところもサポート側に回っていますし移動平均線がゴールデンクロスを 完成させているというところからしてもやっぱりここ17.3ドル付近では下げ止まってえこの30ドル付近を試しに行くまあそういうテクニカルに今なっているんじゃないかなと思いますこれもしネガティブなことが起きたとしてもやはりこの10ドルからえ15ドル付近のこのサポート帯ってめちゃめちゃ強いのでえそこを割って下げるっていう可能性はかなり低いんじゃないかなというふうに見ておりますということで今日はえ6通貨7通貨見ていきました、まあ、全面的にちょっとねあのリスクオフムードにはなっていますけれどもホ本当に勝負の時が来た とといいう感じかなと思っています、まあ、もちろんこれが終わったらまた3月の、ね、FMC とかっていう感じで繋がってはいくんですけれどもひとまずこの1月から続いてきた流れがここで止まるかどうかですよね、えー、1月かなり上昇しましたのでこれで2月もめちゃくちゃ上昇するってなれば本当にあの2019年のような、ね、勢いづいた上昇になる可能性も出てきますのでまあ、それがえもう一回再来するかそれとも一旦くじかれるかまあ、くじかれたとしてもそんなに大きな下げには繋がらないんじゃないかなと思っていますのでまあその辺の明暗を分ける今日の夜中ですね、えー、しっかりポジション管理 には注意していただければと,思いますということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。